されていたポケモンカードワイルドホース38タックを開封していきたいと思います。さあ行くぞ。最初に11タック開封するよ。ドダイトス、ヘルフォーン、オーダイル、ジェンガー、またジェンガー、羽ばたく神、続いて11パック開封していくよ。ハヤシガメ、コライドン、ウガツホムラ、12パック開封していくよ。タケルライク、ヘルフォーン、4パック開封していくよ。オーダイル、
リラック。以上38パックでした。結果、今回のレアはこちら、ダブルレア、レアある。ちなみにあると便利な仲良しポフィンは5枚ありました。しかし、ガラパックではあまり良いのは来ないのかなという結果ですね。